いきなりささっきも言ってたけどダメですよ。やめーや。なんで？ダメです。ダメでしょ。ダメって何？いやそれはあんま言ったらいけない言葉なんで、はい、テレビとかでよ。いや茎の部分はダメですって言ったら。いやもう分かんない。言い方おかしいやろ、そんなって言ったら。どうや？やりにくいやろ。やりにくい。めっちゃやり最初からこんなやり、みんな付き合ってきたな、この人と。よくやってきたな。ものすごい親しみやすい感じやぞ俺は。常に何十年も宮崎でようやってきたな、それで。そうずっとすごいな。みんなにもあれ親しみやすい言われて、過保護、過保護、過保護できたから、俺こんなになってしまったの。そうそうそう、ボンボン。ちょっと待って横になるわ。じゃあやめ、もう分からん、もうどうしていいか分からん、分からんとかって言うなって。お前がそういう風に言うから、うん、これ接しにくくなってくるわけ。あ、分かる。そう、分かる、分かるやろ。いや、それがおかしい。全部分かる、分かる、ね、だって寝っ転がるの分からんやん。なんでよ。分かる。じゃあ分かる。高さはいいか。いやいやいや、いやもうちゃんとマイクじゃないですから、これ。そうか、大丈夫です。どうした。いや、なんかさ、あのね、はいはい、昨日、昨日のか、はあ、ルンバとの、うん、タケル君との、はい、シュラバー、やっぱあれみんな見ててね、はい、俺もうチキン玉は3人がいいんじゃないかって。あれ、え、うん、そうですか、いうようなことをみんなやっぱ相談してたよ。お母さんも言ってた。知らせの俺のお母さんも言ってた。それはあれ3人がいいねと。お茶飲む、うん、お茶いるね。なんでお茶のついでみたいに言われるんですか。3人がいいね。いや嫌ですよ3人は。いやいや、でもよかったって、あって見るとだから自分たちから嫌ってるからや。ただそのタケルンバは仕事とか全部やめれんのかっていう話ですよね、うん、そうなってくると。ああ、それはやっぱ大事よね、うん、やめると思うよ。でもだから俺らもギャラが3分の1になるんで、うん、そうですよ。そこはでかいね。今ちなみにどれぐらい稼いでるの月。高校生が初めてバイトした1ヶ月目ぐらいです、うん、俺正直高校の時のケンタッキーのバイトと一緒ですから、うん、そマジで一月、うん、あ、そう、はい、一緒や。で、シローさんも今一緒です。いや、絶対でしょ。こんなのつけてないですもん。これはね、ケンタッキーで買ってる。嘘つけないわ。鶏の皮の部分や。子供のやつでセットのハッピーセットみたいな。それマックでしょ、ハッピーセット。いや、ほんとほんとほんと。それやったら言ったら買ったのにな。ほんと、いや、ほんとそうよ。でもね、はい、でもやっぱ頑張らないかんよ。そうですね、頑張ってると思うけどね、俺は。あ、シローさん。いや、でもシローさんが思うほどは、うん、頑張ってないね。頑張ってないすね。正直やな、お前それは。正直、俺が死ぬ前に、うん、こうもう今はの際ベッドにこうやってわーってなってるじゃないですか、うん、あの時頑張ったかなって思い返した ら、うんうん、たらもっと頑張れたよねって。ああ今じゃあ今もし、はい、ね、もう死ぬは、はい、ね、今死ぬっね、これ終わった後ぐらいそうなった時に、はい、今はやっぱり自分の中で悔いが残る。まあそうっすね、うん、もう本当にあのスマート TV ってあるじゃないですか。スマート TV あるよ、うん、あれ入ってから、うん、俺マジでテレビしか見てないんですよ。もういろいろ見れるから、ね、見れるからね、アメリカの。だからそれはしょうがないよ、それいいことやもん、うん、やっぱケーブルテレビ様様よね。そうやね。でそこでやっぱりその自分の中で情報が得られるわけよ、はい、どんなチャンネルでも見れるわけ、うん、あれ YouTube も見れるからね。そうですね。え、あ、ネットみたいなやつですか。そうだよ、うんうん、ね、見れるよ。俺だから YouTube ばっか見てるわ、うん、YouTube か自分が出てるやつ。お前 YouTube ばっか見てるよね。これ見てます、うん、こいつあの素人の人がなんか商品レビューするじゃないですか、なんか、はいはいはい、そればっか見てるんすよ。好きだってもう宮崎のヒカキンって言われてるから。ドゥッペースドゥッペースできんすね。できんすなんか瀬戸康史か。瀬戸康史かできないっす。 あれでもいいよね。あれはでもいいと思います。 YouTuber っていう仕事ですから。あれって誰からお金もらってるんですか。アドデスでどうした。誰の前なんですか。ああいうね、YouTuber、はい、ああいうのを、まあはい、自分でレビューしますと、うん、まあもちろん自分はこの時計を買いましたと、はい、この時計の説明を詳しくします、はい、それを再生回数がどん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 増えていくことによって、うん、この人はものすごく見られていますねと、はいはい、よく上手にこれ宣伝してくれるわいと、はいはい、そしたらメーカーさんが、うん、すいませんと、佐藤さん、うん、この商品もちょっと宣伝していただけないですか。はい、お願いしときます。すいません、うちの娘ですけどもよろしくお願いします。はい、かわいい。何歳になった。3歳ですね。いや結構でかいな、3歳って言ったら。そう、はい、こんなんやん、はい、いやいや、お金はだからそれで、はい、どん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 こういろんなところからこうお金入ってくるわけよ。宣伝してくれてありがとうございます。 CM みたいな、そういうことや。広告だからできるって。今簡単に、あなたたち今何やってますか、毎日毎日。僕テレビ見てます。いやいやいや、そっちじゃないわ。夜やってるやろ、ニューストリームね。ああ、はいはいはい、ああいうことよ。だからそこでやらしてるんですよ今。ペットの餌とかを買ってきたの、うん、ペットの餌、はい、
本当でもペットの餌のレビューしてる、実は食べて僕らが、あなるほど、ね、人も食べれるねって言ってやってる、味ないですけど、はい、だからそういうのをこっちになんかちょっとやっていくんですよ、うん、こいつの中でだけ完結してればいいんですよ、うんうん、自分はまともなやつ見てるわけやろ、そうです、そう見てて、はい、で、はい、お前なんか新しいのあるやんって言って、うん、その夜お前は何もせんからって、だからだからやればいいんだよ、うん、これだから心配してくれてんだよ、そうです、でも俺マジで言っていいですか、マジではちょっと何で言わせてください、いやいやいや、働きたくないんすよ、いやもう働け、おーなるほどなるほど、わかります、じゃあもう今日で終わりやんけ、いや違う違う違う、この後死んでくるよ、これ芸人以外の仕事したくないんすよ、まあそれはどうやな、だから俺今年入ってバイト1回もやってないんすよ、うん、本当にやってないもんね、はい、やってるもんね、めっちゃやってます僕は、めっちゃバイトやってる、はい、パチョンばっかり言ってるやろねえ、はい、そあそこや、そこそこ大事なとこよ、いや なんやろうな、自分が喋り手として、はい、まあ、こういう業界でいろんなものを作っていこうとした時には、はい、もっと他のこといっぱいしたらいいんじゃないですかっていうことやんけ、そしたらネタができるが、うん、でもバイトは違くないですか、こうしてたらこう違うやろ、でもバイトも違くないですか、アホやな俺、はぁ、はい、いろいろ上手、いつ大会出た、いや3年前です何だだから他のことや、はい、いろんなそのまあお笑いをすることによって他のいろんなことをやっていくと、じゃあ違うギャンブルをやれってことですか、そうそうそう、パンパンパンで違うそれじゃない、はい、いろんなこと別のことをやっていくことによって、あれこれはネタになるな、なるほど、できるわけやろ、で同じこと毎日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 繰り返してたら同じことしか頭の中に浮かびませんよっていうこと、でも違う台とかもう打ちますけどね、それやっぱ全然違うやろね、はい、うん、確率とかも違ってくるんで、まあね、そう聞かせてもらっていいですか、そこ深く入らないで、400分の1のと200分の1のどっちとかなんだ、知らんこの話は大丈夫ですもん、だからさっきも立てるとずっと筋肉の話ばっかりして終わるわけや、え、そんなそんなんでしたっけ、ずっとプロテインか筋肉の話ばっかりやろ、はいね、はい、疲れるやろ、女の15分同じ話してよ、でも俺もすごい疲れました、それ誰のせいそれ誰のせい、はっきり言って、松井です、松井か、 あいつやね、だからまずこれするのそしてこれ切って、俺、うん、ああ、でも四郎さんって一つ聞いていいですか、うん、いつまでやるんすか、あこのこの今みたいなやつ、メガネかけてハットかぶるやつはいつまでやるんですか、いつまでやるんすかこれね、はい、これも大事だなと思って、これ本当これなくなったら俺本当もうあれしかおらないからね、うん、娘にしか、あなるほどね、ちょっとリアルすぎるやろ、へこむ話になるって、はい、あそう、それがなくなったらいかんように頑張るわけやがね、うん、バイトとかでもいいんじゃないですか、俺ね、うん、こういう仕事以外のバイトしたくない俺と俺が言ったやつじゃないですか、一緒の考えや、じゃあ俺正しい、ありがとうございます、いやでもこればかりはね、こういう仕事ばかりは時間を空けておかないとできないのよね、そうですね、いやこの日バイトが入ってるんでちょっとそれ出れない、それはもうダメね、だから融通の効くバイトを探す、そういうことだね、融通効くもんね、融通めっちゃ効きます、でも、ね、いろんな県に住みます芸人いるじゃないですか、みんな日払いの、うん、日雇いのバイトみんなしてます、うん、だからみんな仕事をしながら頑張ってんだよ、だから君もね、そのカードばっかりでね、そのお金借りないで、ね、さっき話してたやつじゃないですか、ここで、ね、ガチでそれで福岡の芸人よりも借金が少ないと喜んでちゃダメなんだよって話だよ、ね、そうやろ、でいろんなもんちゃんとこうほらキャン趣味とかあるやん、うん、でも趣味ないやろ、いやありますよ、だから堤防でみんなで飲んだ時とかぐるぐる回ってるだけや何もすることがないから確かに、でもキャンプの話とか濃ゆいんすもん、全然お前が参加ねえ、こいつ参加あんませんやん、でも俺は薪とかは敵拾うじゃないですか、それは本当ありがたいなんかあれよね、キャンプ行ったらみんなのこう、はい、なんやろな、立ち位置って分 か, いや分かりますよね、うん、芸人よりもしっかりしてたわだからみんながすげえ道具持ってくるから俺だけ何も持ってないじゃないですか、うん、こいつよね、なんすかこいつ道具めっちゃ持ってる、持ってますね、こいつ出さんだからこいつこそっすよ、出さんのだって汚れるじゃないですか、だって俺らの給料俺らの給料一月分の値段のテント買った次の日にプレステ4買ってますからね、うん、なんでそんな、いやもうそれはもうカードで色笑いで買いましたけど、カード芸人カード芸人カード芸人がすげえな、でも本当
もうちょっと参加した方がいいよ。でグッズとか持ってきて、むしろさんこういうの買ったんですよ。さもうめっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛い子がいいね。いやでも確かにそうなんですけど、一個一個のグッズがやっぱ俺だってね、もうこれだけも言えるわ。うん、はい、もうトナミがじゃあ誕生日ですと、うん、俺と本この間見ながらね、トナミの誕生日これ買ってやろうって思ったもん。うわー嬉しいですねそれは。お前何個買えばいいのかなと思うよね。俺じゃあね。まあ、ソーセージ好きやからでもこいつ。だったら俺ソーセージだけももらってもさ。いやいやそんな好きやったら俺ドイツ行くよ。いやそんな本場のとか求めてないんだよ。これいいよっつって。あでも趣味って言われたらでもないな。なんかね、うん、まあでもちゃんとでもブーツとか。あそういうの革製品とか好きですわこいつは。いいの持ってるわ。そうや家おる時ずっと靴とか磨いてます。うん、うん、でそういうのはね俺もちゃんと見てる。白さんも好きですもんね。うん、俺も好きや。あちゃんといいブーツ履いてるわこいつはと思いながら。うん、そっか趣味か。趣味はだから持ってた方がいいって。趣味があるからこそ他の話につながるわけやから、うん、だからずっと裏で音楽ネタをくれって言うんですよねって普通のガチな相談してくるわけやな。ね、そうよ。ギターも2ヶ月ぐらいでやめましたもんね、うん、あのギターはい。あなたのギターめっちゃいいからね。ハニービーでしょ。ハニービー聞いたこともないよね。あのブランドだけど、でも音はすげえいいから。マジっすか、8000円のね。いいいいいい。だからもう本当いろいろ来い。今後だからもうちょっと甘えて来いって。あ、シローさん、なんかいい趣味ないっすかねみたいな。趣味ないっすかねって僕も遊び行っていいっすかね一緒にみたいな。ああ、なるほど。そんなのないわ。ああ、うん。自分からはいかんっすね。真夜中キャンプ来るやん。行きますね。バイクでね。はい。うん、でも俺やってるってこと知らないっすもん。いや一回来た時もお腹痛いっすって途中で帰ったもんね。帰ったお前。いつか。一回。お腹痛いっすって。堤防でみんなでこう。いやでもあん時はマジで俺。お前トイレしか行ってないからね。いや違うんすよ。でまたトイレ行った。お前さっきまでトイレ行ったトイレ行った。俺ちょっと本当汚い話なんですけど。うん、でそういうのやめて本当汚い話とか。字なんすよ。知らんけど。だからキャンプとか行ったら、うん、ウォシュレットないじゃないですか。寛容のやつありますね。寛やつのやつが、うん、あ大自然もある。大自然の川がある。そうですね。いや大江戸川でこうやるのも嫌でしょ。流されるわ。あんな大河で鉄を持っていかれますよ。もっとちっちゃい川やったらこうできますけど。大江戸川とかでやめて。なんかすげえ汚されてる。大河でさ、ね、やめてそういうのは。じゃあもっと行こうや、うん、いろんなとこ。あね。で僕はまあ金曜日しか会えないわけだから、はい、ね、でそういう時にもっとこう言ってほしいのよ僕はね。じゃあ今度ドンキ行きましょう。なんで？あ今夏やからね、うん、夏やからいろんな道具売ってるから、うん、それえいつ何でコソコソなんですか。何や、はい、じゃあ与えてるもん与えてるやろ。はい、はい、お世話になっておりますね。はい、ちゃんとしたこう、まあ、グッズ、ね、うん、処理できるようなやつも、はい、でその時だけやからいい顔するんだったやつも、はい、ね、はい、そういうもっとこう言っていいんですね、グイグイ。もっともっと全然 あればっかりないか。お前じゃあ今って結構お暇なんですか。お暇じゃないよ、もっと来てほしい。それ合わせる。それをちょっと考えてしまうんですよね、うん、今言忙しかったらあれやな。考えないで一回も着信になったことない。考えすぎなのかな。あとなんか志郎さんの周りの怖い人とかおったら嫌やなって思う。怖い人なんか誰もいない。僕の周り見かけいかつい人たまにいますけど、ね、うん、エロモスさんとか怖いですよ、ね、エロモスさん大丈夫や。赤ちゃんの王様と思えばやつやから同じようなもんや。いまだに怖いですけど大丈夫だ、こうやってしとけばいっちゃうから。そうなんですか。目見て喋れんすよ。いびきがうるさいだけやから大丈夫、全然怖いことないから、じゃあ電話します。で言って本当にだから金曜日だけじゃない付き合いしていこう、はい、それとあれが欲しいだけ、あれが欲しい時だけ俺に連絡するのはやめよう。そうですね。はい、やばいやつ。言わんでいいです。言わんでいいです。やばいやつとか言わなくて、はい、自分たちから言ったんでしょ、そうやって。すいません。はい。はい、変に振ってすいません。変に振ってというか、まあ。なんで。どうしたと。勉強になりました。はい、今日は本当に。俺は勉強にならんかったな。な